皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは家で勉強ができないと、こういうお話なんですよね。皆さん家でしっかり集中して勉強できていますか？私の周り、生徒の中に家だとできない、勉強できない、集中できないっていう人がいるんですよ。たくさん。もう理由は分かってるんです。皆さんも多分ね、勉強できない人分かってるでしょ。家にはね、テレビとか漫画とかパソコンとかゲーム、勉強なんかより面白いものたくさんあるでしょ。誘惑に負けちゃうんですよね。ゲームやってあっという間に1時間2時間とパソコンで動画を見て、知らない間にああもう夜遅くなっちゃってる、あ勉強する時間がないって、多分あなたそうじゃないですか。それから家だとリラックスしちゃって集中できない、ついつい眠くなっちゃうんだよねって、こういうこともあります。主なもの2つ挙げてみましたけれど、皆さんどうですか？だったらどうしたらいいかという提案を1つさせてください。それは誘惑に負けないで勉強するってエネルギーがいるでしょ、ね、なかなか勉強する起きないから、やろうとしたらそれだけエネルギーがいるわけですよね。ですからあまりエネルギーがいらない勉強、これを家でやりましょうと、こういう提案をしたいと思います。それは何かっていうと、暗記科目を中心とした勉強です。あくまでも暗記科目は中心ですよね。他の勉強をするなって言ってるわけじゃありません。これだとやっぱり考える科目、ね、思考する科目より楽にできるので、エネルギーが少なくて済みます。だから暗記科目以外の時には図書館で勉強したいとか、ね、塾の自習室で勉強したいと、場所場所で勉強する科目を変えればいいと思います。それから家で勉強すること、これにはメリットもあるんですよ。どんなメリットかっていうと、音を出しても大丈夫。図書館とか自習室で大きな声を出したり CD を聞いたりできないでしょ。でも家だったらそれは自由ですよね。ですからリスニングの音源をかけて英語の勉強、こういうことができます。それから声に出して音読もできます。英語とか古文と漢文、こういうものはスラスラ言えるようになると内容も結構よく理解できるんですよね。それから声に出して自分の声を聞くでしょう、ね、自分の声を耳で聞く、これはねそのことが頭に残りやすい、ね、暗記しやすい、そういう効果があるので、ぜひ家でやるには声に出して音読をしてみてください。それからもう一つです。体を動かせると、ね、自由に動かせると、疲れたら軽くストレッチできますよね。で座っていて腰が痛くなっちゃう人は立って勉強することもできます。さらに部屋の中を歩きながら暗記したっていいんです。で歩いたりする、体を動かして勉強するってことは眠くならないし、意外とね集中もできるんですよね。ですから家で勉強する、このメリットを生かして暗記物を中心に体を動かしながら声に出しながら、ね、勉強を進めるといいと思います。今回は家で勉強ができないという人のための提案、これをしてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。